ハンスイエル・クシレンベルガーは、ドイツのオーボエ奏者、指揮者。1948年、ミュンヘンに生まれ、6歳からブロックフレーテ、13歳からオーボエを始める。1967年に、ミュンヘン国立音楽大学に入学し、マンフレートクレメントに指示した。その後、ダルムシュタット歌詞現代を音楽講習会で、ハインツ・ホリガーのクラスに参加し、 現代音楽の演奏技法についても研鑽を積む。なお、ミュンヘン工科大学で数学の学位も取得している。1971年、ケルン放送交響楽団のオーディションに合格し、副主席奏者になる。1972年、ミュンヘン国際音楽コンクールで2位に入賞。1975年、ケルン放送交響楽団の主席奏者に内部昇格。 この頃、ケルン放送協を指揮したヘルベルト・フォンカラヤンの目に留まり、1977年にベルリンフィルハーモニー管弦楽団の代理奏者として演奏に加わる。1980年、正式にベルリンフィルの主席を覚え奏者に就任、2000、2001年のシーズン終了までこのポストを務める。カルロ・マリア・ジュリーにジェームズ・レヴァインら著名な指揮者と、 モーツァルトやリハルト・シュトラウスの応募競争曲を共演し、ジュリーニとのものはソニーレコード、デヴァインとのものはドイツグラムフォンから CD も発売されている。ベルリンフィル対談後は自らレコード会社、カンパネラ・ムジカを起こし、多くのレコーディングを行っている。更新の指導にも熱心で、1980年から1991年まで、 ベルリン芸術大学とカラヤンアカデミーの講師を務め、現在ベルリンフィルで第二奏者を務めているアンドレアス・ビットマンを育てる。また、イタリアのフィレンツェ近郊にあるフィエソレの音楽学校のマスタークラスで1986年より教えている。ほか、同じくイタリアのシエナにあるキジアーナ音楽院でも1989年より、また、スペインのマドリードにあるソフィア王妃音楽院でも、 共鞭をとっている。1974年にヘルムート・ビンシャーマンが主催するドイツ・バッハ・ゾリス展の来日公演に参加、東京都の世田谷区民会館で録音されたバッハの風画の技法の演奏に2番を覚え奏者として参加する。ちなみにこの時1番を吹いていたのはセレンベルガーの公認のケルン放送公共楽団主席奏者となる宮本文明である。 ベルリンフィル入団後はメンバーとして毎回のように来日公演に参加する。1989年2月4日には NHK 公共楽団第1073回定期公演に客演。ホルストシュタインの式でリヒャルト・シュトラウスの応募へ競争曲を演奏した。また2005年日本国際博覧会愛・地球博の開会式のために特別編成された。 エキスポスーパーワールドオーケストラにメンバーとして参加した。N 教のほか、神奈川フィルハーモニー還元楽団、関西フィルハーモニー還元楽団、仙台フィルハーモニー還元楽団など、日本各地のオーケストラにソロイストとして客演している。1985年には、セレンベルガーの音色と覚えの持つ、可能性に惚れ込んだ、ソニー社長の大賀ノリオの呼びかけで、 国際応募へコンクール東京が開催された。現在は国際応募へコンクールとして開催地を変更しながらも3年に一度開催されている。シェレンベルガーは1985年の第1回より審査員を務めており、1993年に創立時の審査委員長で大型と進の深かった鈴木製造が病気引退した後には一貫して 審査委員長を務めている。このコンクールの過去の入賞者には、読売日本公共楽団主席応募演奏者の辻、伊佐夫や、ベルリンドイツオペラ還元楽団主席奏者の渡辺、勝也元シカゴ公共楽団主席奏者のアレックス・クライン、パリ還元楽団主席奏者のアレクサンドル・ガテなどが、おり、毎回のように優れた人材を発掘して、世界各国のオーケストラに送り出している。 2008年には、草津国際音楽アカデミーフェスティバルにも出演し、マスタークラスを開講した。2002年2月28日にザシンフォニーホールで開かれた、関西フィルハーモニー管弦楽団第149回定期演奏会に、指揮者として登場、ハイドンの公共曲第49番、樹南、十字架上のキリストの最後の七つの言葉を、指揮しウェーバーの オーボエと木管アンサンブルのための競争曲を吹き降りした。2003年11月2日に東京オペラシティコンサートホール竹光メモリアルで開かれた東京フィルハーモニー交響楽団の特別演奏会に指揮者として登場。モーリスブルグの独創でリハルト・シトラウスのオーボエ競争曲とメタモル・フォーゼン・ブラームスの交響曲第2番を指揮。 2003年11月24日に同じ東京オペラシティで開かれた全日本大学オーケストラ大会最終回では日本中の大学から集まった学生による混声オケを指揮しモーツァルトの応募へ競争曲の吹きブリト・ストラビンスキーのバレー組曲火の鳥を指揮。2006年10月26日には ザシンホニーホールで開かれた関西フィルハーモニー管弦楽団第188回定期演奏会に客演しハイドンの大ボ募競奏曲を吹き振りしレスピーギのバレー組曲シバの女王ベルキスショスタコービチの公共曲第1番を指揮した2008年2月20日21日にはサントリーホールで開かれる NHK 公共楽団第1615回定期公演に 登場し、モーツァルトのセレナード第10番、グランパルティータを一番大声を吹きながら指揮し、同じく、モーツァルトのオペラ、イドメネオのバレエ音楽と、交響曲第40番を指揮した。2013年4月より、岡山フィルハーモニック還元楽団の主席指揮者を務める。ありがとうございます。